おい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 、なに、リンクさん、リンクさんのブーツしか見えない。おい、どうした、何が起こった、おい、動いてくれよ、動けよ、動けよ。何これ、何なんだよ、何だよこれ、ミサトさん、ミサトさん。はい、どうも皆さん、こんにちは、スナです。今回も時のオカリナの実況やっていきたいと思います。前回からね、このガモンこのガノン城内部、あああ予想外だ。ガノン城内部にね、入ってきたところで終わりました。あ、内部入ったところはまだ皆さんにお見せしてないというか、まあ入り口のところでね、切っちゃったんで、まあ僕もね、ここから入るのは初めてなんでね、頑張っていきたいと思います。よっしゃ、完璧。で、いきなりね、この真ん中が多分こんなぐにゃぐにゃなってるんで、まずね、ここ、正面突破しようとしても入れないんで、まあ、各それぞれね、用意された部屋を、攻略していきましょう。まずはこっちかな。この森かな、森。一番最初にね、神殿攻略したのは森の神殿だったと思うんで、まあ森から行きましょうか。森森森、物々しいな。ああ、もう、あ、狼が懐かしいな。これね、なんで毛皮切ってるつもりなのにキンって言うのかなと思ったら、これ爪で防いでるんですね。はい、オッケー。あ、宝箱が出るのか。小さいですね。これでルーピーなんかって言ったら、いよいよガノン城ふざけてますが。お前バカか、ほんとほんとバカか。え、ガノン城お金が出てくるの、宝箱から。おかしいよね。つまとりあえずここディーンの炎で燃やしておきましょうか。もう宝箱とこ、宝箱と宝箱ごと燃やしてしまえばよかったよ。だけどね、もうあまりの外の寒さにね、もうかなり口が回らないんですが、まあね、時の神殿、時の神殿じゃなかった、時のオカリナね、頑張ってやっていきたいと思います。あれ、どうした、あれ、おかしいな、これおかしいな、なんだ、あ、最後これか、なんかありますね、ありますね、なんかなんかありましたね。よっしゃ、これは炎の弓矢かな。炎 MP 最初から使いますね。節約していかなきゃ、いやいや、もうほら口が回らない、いくぞ。ちなみにさっき言おうとしたのは、節約していかなければ。ああ、あれれ、おかしくないか、あ、これ、光の矢かな、違います。傷つくわ。なんだ、スイーティングだ、いきますわよ。まずあっち燃やします。はい。で、ディン、よっしゃ、完璧、使えた。これでもうすっからかんだ。最初からほんとグダグダしますね。よっしゃ、てる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 ん、開きましたね。宝箱は燃えてないかな、オッケー。はあ、いきなりグダグダしちまったよ、ほんと。ガチャゴン。いきなりちょっとシルバールーピーを集めるところから始まる感じか。これどうやって取れる、あ、これはあれか。何でしたっけね、このウィンドシューズだったっけ、あ、ホバーブーツか、オッケー。ホバーブーツを履いて、ホバーブーツとか、これもう完全にウサギの毛皮をこれ紡いだ感じの靴なんですが、まあ可愛らしいデザインですね。ええー、そんなバカな、落ちるかよ普通そこ、え危ねえ、危ねえよ、ほんと、はあ、怖え怖え怖え。で、これ向こうにもまた飛ばなければいけない、オッケー、完璧、行こう。よいしょ、あっ、あっ、危ねえな、ほんと。慎重に取りましょう。あー、これ衝撃だな、こいつ。爆弾で確か一撃で一個しかないし、ほんとプレッシャーかけるな、最初から。行くぞ行くぞ行くぞ、オッケー、さよならバイバイ、一撃必殺、ありがとうございました。こういう時いつも大概失敗するもんなんですが、今日はうまくいったようです。よしよしよし、これどうやって取るかな、こいつ、こいつどうやって取れる、よくわかる、あ、やっぱあのスイッチが気になりますね。よし、押すとどうなるかな、押すとどうなったのかい、押すと何が起こったの、何が起こった、あ、あそこがにょぎって出てきたのは、オッケー、完璧、これはフックショットで行くしかないですね。行きましょう、あ、そう、これは楽勝だな。で、一回これ落ちて、落ちて、はい、落ちる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 、
オバブツは本当滑りますからね。危ねえよ。怖い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 。よし、これぐらいはね楽勝でしょう。でここは風が来ないうちに。来てる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 。やっちまったか。何してんの俺、何してんの俺。こっちかこっちか。よし、また倒さなければいけないか。ちょっとね、また落ちて何回かやり直しさせられましたが、まあこれは一撃で倒します。でこっちにスラッと行って、でもうこれはまっすぐ行くしかないですね。オッケー、開きます開きます、楽勝楽勝で開いていくと、あー楽勝だった。でホバブツはもう脱いでいいでしょうよ。ホバブツ脱いでいいでしょう。はあはあはあ、もう蒸れるからほんと。オッケー。でこれ壺割っとかないとね、これほんと割っとかないともう命に関わる。うん、オッケー。何もいらないものがなかった。あこれ確かあれか、あれか、あの光のやつ。これ確実に光のやつですね、間違いないでしょう。いきますよ、これセットしますね。光のやつちゃんと打てますでしょうか。いける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 、楽勝。よっしゃ。でこれプチッと潰す。はっ、サリアさん懐かしゅうございます。森の結界は解除されたわ。急いですな。ああ、もう語らう時間もないのか。ピカギュア、むん、あ戻って、あ自動で戻ってこれるのか。でこれが結界ですね。この糸みたいなのがこうプツッと切れると、まあ一つずつね切れると、まあなんかいろいろあるんでしょうね。あるんでご承知。ダメダメダメ。というわけで、次は炎ですね。炎、炎の神殿行きましょう。ベン、おっと。もうラリってますね。あそこにこれがあるぜ、あそこにこれがあるぜ。これを取って、またいるのかお前。ほんと鉄板なんですけど。危ない。よし、サグッと当てていきましょう。あれこいつまさか死なないタイプ。あー死んだか。オッケーオッケー。あー怖かったよ。もう死なないタイプだったらどうしようかってね。これ一応食らってでも、あダメなのね。じゃあこれ攻撃して、いやこれ引くのか、引くのか。あなるほどね、ちょっと手間が必要って感じか。オッケー行くぞ。おお、どうしたどうした。リングさん、リングさん、リーちゃん、リーちゃん。よし、これ引いて、はいはいはい、解除解除解除。でっかサクッと取っとく。シルバールピー頼りですね。さあこっち行くか。おっと後ろが危ない、危ないが、サクッと取っちゃう、ちょちょちょ、サクッと取っちゃうぞ。いや、でこれはもう、これもう一回もう一回、あー痛いな、 いちいち食らうからな俺ほんと不器用なもんで。さて、ロングフック、ロングフック、ロングフックで上にこう吊り下げられると OK、 完璧で、サグで、これ相手も一撃クリア、痛い、一撃クリアなんじゃないかこれ。開く、あれまあだいぶ早、あれまだあるか、お前危ねえからな。おお、逃げるな逃げるな、サグ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 、あ MP これ大事よ。オッケーオッケー。で、あれどうすんだい、あこれか、うんにゃ、あこれ大回転切りですね。わあ、オッケー。あれ落ちてくるだけ、おかしいよね。いや、ボムツ、ボムツが何か鍵を握ってるのか。この尻尾が憎いな、ほんとかわいい。さて、ボムツを使って何、あなるほどね、隙間があったよ、隙間があった。ここにボムツをセットして向こうに当てさせると、いくぞ、いけ、俺のボムツ、ちょっと違うな、後ろら辺で爆発するんだろ。どこまで、え、行った、え、どこで爆発したのかすらも。いけ、死に場所はお前で決めろ。行った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 、楽勝。サグで、ガチャゴン。で、まだ奥があるのかな、まだ奥あります、ありますね、非常にあります。さて、ここまたボム中か。行け、死に場所はお前で決めろ。上まで、天井まで登っていく、よっしゃ。え、あ意味ないのね、意味ないのね。じ
ゃあこれ炎の矢かな。行くぞ、燃やせ。よっしゃ。でミラーシールド、あれ違うの、そのブブーとか間違い探ししてる場合じゃないんだけどな僕。うわあ、な、何が起こった、何が起こった、何が起こった、ちょ、何これ、何なの、え、こういう演出、おい、何、リンクさん、リンクさんのブーツしか見えない、おい、どうした、何が起こった、おい、動いてくれよ、動けよ、動けよ。そう、あれは初めて見ましたね。てかゼルダシリーズやってて俺バグなんか見たことなかったんだけど、あれは確実にバグでしょう。ああ怖いな。まあ多分もう次は大丈夫でしょうかね。期待してますよ。あ、で、この2つはブブーだったから、ブブーだったからもうブブーで バグが発動するのかもしれない、もしかしたら。うん、間違いを引いたらバグが発動するかもしれないんで、はい、オッケー。でこっちサクッと開いてゴールかな、開く。で、こっちもサクッと割っていきましょう。ん、種はいらないな。よっしゃ。で、ここで光の矢もう一回当てておきましょう。ピッピッピッピリピッピリピピピピッ、行くぞ、貫け。で、次はあのダイゴロンが出てくるのかな、ダルニアさんが。ほら、あ、違う、あ、違った、え、ここどこ、魂だったの、炎かと思ってたよ、バカ。魂の結界は、はい、急ぎなせな、バカ。読めなかった。ナボールさんでしたね。シュン。